さて、で、今おばあちゃんとしずるさんとさなえちゃんと今4人行動になってると思うんだけど、でどうしたらいいんだ。多分またなんか目的地があるのかな。ちょっと探してみようか。お、なんか光ってますね。さっきの道はこの下のちょっと大きかった道だからちょっと違う道だ。細めの道行ってみようか。奥の細道やで。お、続いてるね。ジグザグだ。結構森のこう獣道的な。ん？あ、上か。あら、結構奥来ちゃったけど大丈夫？あ、鳥居がある。着いたぞ。ここが変国への抜け道だ。こんなすぐ近くにあったの？ここが結構ちゃんと舗装されてる道を通ってきたんですけど。立派な鳥居、こんなところがあったんだ。ひなこ。何？おばあちゃん、この鳥居をくぐってみなさい。え？この鳥居はね、死んだ人間は通れないの。もちろんおばあちゃんも通れない。あ、そうか。じゃあ一緒に来れないんだ。ここまでか。キヌさんの言う通りだ。変国と天や属性、別の世は死者は行き来できない。例外があるとすれば神と天道体と死んでいない人間だけだ。そしたら私はお姉ちゃんについていけないの？そういうことだね。ああ、短い一緒の旅路だった。ひな子がここを通れたらたまたま変国へ行ってしまった死者じゃないと証明できるのよ。もしひな子が生きた人間だと証明できるのなら、天道体の世の均衡を保つ役目として属性までの道を案内する。だが貴様が死者としての証明をされたのなら分かっているな。ここを通れるかどうかで命運が分かたれるわけだ。それじゃあもし私がここを通れなかったら本当に死んだってことなんだ。もしそうなら私元の世界に戻れないし、イッサさんも助けに行けない。悩んでる場合じゃない。泣いてるだけじゃ、悩んでるだけじゃ前に進めない。お、私は一歩踏み出さなきゃいけないんだ。お、通れた。来た、これ。確定印ですよ。ピカピカピカーンってやつだ。よかった、ひなこ。お姉ちゃんすごい。おばあちゃん、さなえちゃん、本当に死んでなかったやん。どうや、見たか、しずる。全然生きとったやないかい。どうやらお前の勝ちだな。ここまで頑張って天道体振り切ったこっちの勝利ってことだね。私まだ生きてる、生きてるんだ。しずるさん、私天国へ行く前に聞きたいことがあるんです。なんだ。天にキノハさんって女の人はいますか？桃色の着物を着ていて探してるんです。いや、聞いたことのないな。だえ、でもここにいるはずなんです。いや、そんな名前は私も聞いたことはないよ。どういうことだ？天に行けてないってこと？じゃあ地獄ってことか？それとも変国？私も聞いたことないな。おかしいね。でも嘘、イッサさんはキノアさんに会いに天へ行こうとしてた。彼女がいないなんてそんなことないのに。ひなこ、時間がないんだろ。そろそろ行った方がいいんじゃないのかい？うん。大丈夫かな、不安だな。私がひなこを助けられるのはここまでだ。あんた、ひなこを頼んだよ。はい、キネさん。ありがとう。少々荒っぽい交渉をしてしまったけれど、ひなこは私の大事な孫娘なの。だからどうかよろしくお願いします。おばあちゃん。わあ、待って、ここでお別れかよ。やだな。
それじゃあひなこ、天国へ行く準備はいいか？うん、まだ行かない。じゃあセーブしとこうかな。あ、なるほど、ここであの髪飾り取る取らないの選択が改めてできたってことか。まあいいでしょう、行きましょう。うん、お姉ちゃん、さなえちゃん、ここまで私のこと助けてくれて本当にありがとう。さなえちゃんがいなかったら私ここまでたどり着けてなかったよ。私もお姉ちゃんに助けてもらったもん。そうだったね、最初そうだったもんね。懐かしいな。だから私もありがとうだもん。お姉ちゃん、絶対絶対お家に帰ってね。やばい、ちょっとさなえちゃん、そうか、さなえちゃんはそうだよな、ひなこちゃんよりも若いのにもう亡くなっちゃってるんだもんな。本当に寂しいけど、また会おうね。絶対いつか、何十年後かわからないけど会いに来るよ。それでたくさんおいしいものを食べて、たくさん好きなことをして、たくさんたくさん、生きてね。うん、あ、やばい、ちょっとごめんなさい。またひなこ、元気で。おばあちゃん、ずっとごめんなさい。ずっとずっとずっと、これからもずっと大好きだよ。うん、おばあちゃんもひなこのことが大好きよ。ずっとだよ。うん、ずっと忘れないよ。だからおばあちゃんも私のこと忘れないで。やばい、ごめんなさい、ちょっと待ってください、ごめんなさい。はい、すいません、ちょっと整えてきました。でもちょっと鼻声になっちゃったので、どっかセーブできるところまで行ったら、一区切りついたらちょっと一回また時間空けて声を戻そうかなと思います。すいません、まあ、コンパートぐらいはちょっともしかしたら鼻声かも、ごめんなさい。ちょっとだからおばあちゃんも私のことを忘れないで。あ、やばい、ダメかもしれん、みんなごめん、ちょっと泣きながらなっても許してくれ。うん、行っておいで、ひなこ。うん、行ってきます。成長した孫娘の姿を見れるなんて、私は幸せ者。ぼちぼち次に行こうかね。もしかしてお姉ちゃんが探してたキノアさん、次に行っちゃってたのかな。黒かわいい、ミャオ。ああ、でもおばあちゃんとか関係なく、その身内とかがこう亡くなってるとさ、なんかこう亡くなった方とのこの触れ合いとか、なんかゲームでは結構よくある、まあその事象というか、そのあの世に行けたりとか、その天国に行けて、その亡くなった親族に会うっていう展開って、まあないことじゃないんですけど、やっぱりなんか毎回ちょっとその亡くなった親族が、その僕も身内にいるので、結構そういうのを思い出したりすると、なんかこう重ねちゃう部分がやっぱあって、どうしても涙がね出ちゃうのは申し訳ない、ごめんなさいね。ちょっとこういう実況嫌いな人は本当申し訳ないんですけど、ごめんなさい。僕は結構普段から割と泣いちゃってカットとか挟む人間なんで、そこはすいません、許していただけたらと思います。合わなかったらごめんね。ついてこい、ひなこ。
もたもたして遅れるんじゃないぞ。ふふふ、しずるさんブレないな。普通に冷たい、冷たいっていうか、まあ冷静なんだろうな。冷静沈着。はひ。ついていこうか、とりあえずは。ん？どうした？この階段を降りたら、イッサさんに会える。イッサさん。てか、イッサさんの体が心配だよな。だってもうずっと天国にいるわけでしょ？今この、いろいろ、一悶着、二悶着あった時にも。もうだいぶ侵食されてるんじゃないの？口調とかやばくなってたもんね。心配だな。あの滝で見そいだおかげで、私やっとわかった。私が受けるはずだった汚れを全部受け持ってくれてたことも。イッサさんがいないのに、時の記憶ができた、あ、記録もができたことも。小さい頃、迷子になった私を助けてくれたことも。やっぱり。私がイッサさんの記憶を見れたことも。俺やっぱそうなんだって絶対。あのボロボロで、あの一番最初冒頭にひなこちゃんにスッと入っていったあの人が、ほら。ずっと私の中で私のことを助けてくれてたんだ。分かってきましたね、物語のその核になる部分が。このままだなんて絶対に嫌だよ。待っててね、イッサさん。次は私が助けるから。絶対、会いに行くから。おい、もたもたするな。どんくさいぞ。はい。女の子にどんくさいとか絶対に言うなよ、お前。ついていこう。ちなみに、ひなこちゃんが走れないのは、その、運動が苦手だかららしいですよ。親近感を感じるわ、シンパシー感じる、すごい。俺も運動苦手だからわかるわ。走るの別になんかその走れないわけじゃないけど、すぐ脇腹痛くなる。ひなこちゃんもそうらしいよ。作者さんがツイッターで言ってた。可愛らしい。おい。はい。貴様はどうしてもうぶさな神を助けるのか。属性の道のりなら教えてやる。悪いことは言わない。そのまま帰った方が身のためだぞ。それでもイッサさんのところへ行きます。考えはあるのか。ウブスナガミは変国に幽閉されているままだ。どうなっているのか俺にもわからないぞ。そうか、すでにっていう可能性もあるのか。すでに化け物に変わっちゃってる可能性もあるってこと。でも助けれる方法があるなら、 1% でも 0.1% でもあるなら行きたいな。何かあったら天道隊のしずるさんを頼ります。お、いいね、強気に行こう。あ、貴様、天道隊を便利屋かよろず屋か何かと勘違いしてないか。してないですよ。私がどんくさくなかったら全て自分でできるかもしれないけど、私には頭も力もないから。でも今の私にできることは全部やりたいです。それに私のことを助けたらおばあちゃんが褒めてくれるんじゃないですか。お、条件交渉ができるようになったぞ。キヌさんを引き合いに出すとは卑怯だぞ。だってしずるさん、私のおばあちゃんのことを大好きじゃないですか。親切キヌちゃんとか言っちゃって、おばあちゃんは私のなんですからね。そこんとこ忘れないでくださいよ。ネチネチと嫉妬深いぞ。そんなこと承知の上だが、キヌさんは分け隔てなく誰にでも優しいんだからな。独り占めできる存在では。なんで取り合いしてんの今、おばあちゃんの。青春かよ。どうした？おしゃべりもここまでのようだな。おっと、え、ここ？めっちゃ近いやん。着いたぞ。ここにうぶすながみが。どうした？何、どうした？イッサさん、イッサさんは？なんだこれは。どうしたんですか、しずるさん。牢が破壊されてる。それに、うぶすながみがいない。うわー、待って、最悪の事態かもしれんな、これ。え？てかもう、どう見てもボロボロだもんね。一体どういうことだ？
ちょっと貴様どうやってあの祠から抜け出した？私のご神体の心境が割れ、あ、あれ、心境だってるっけが割れちまった、あ、壊れちまったもんでね、縛るもんもなくなって今じゃ自由の身ってわけさ。久しぶりに出てきた、イッサさん。1時間ぶりぐらいなんだけど。しずるさん。なんだ？汚れが溜まると危ないんですよね。ああ、変国にとどまり続ければ神でも人でも例外はなく、汚れがたまり耐えられずに最後にはもののけに落ちる。だが落ちたとしてもせいぜい小さなもののけか肉塊になるだけだ。あ、そうだったんだ。なんかてっきりなんかやべえもんになっちゃうのかと思ってた。あの時のあの金のお母さんぐらいなんかすごい強大な系かと思ったけど違うんだ。そういうわけじゃないんだ。この牢を壊せるほどの化け物に慣れ当てるほどではない。めぐる町の祠にあるご神体の神経壊れてたんです。だからイッサさんは自由の身になったって言ってました。ウブスナガミはめぐる町の汚れを見そぐ罰を受けていたはず。となれば心境が割れたのもうなずける。あいつは時の玉の神だ。幾度となく、遡り何度も汚れを払うことができる。そしてそれは膨大な汚れの量になる。心境が汚れに耐えきれなくなり割れた。あいつが持っていたのは変国で溜まるだけの量の汚れではない。奴の汚れが決壊し物抜けになったとなれば大変なことになったぞ。そうか、尋常じゃない量の汚れが解放されて物抜けに姿を変えた。かなり強大なんじゃないの？強大なんじゃないの？イッサさん、どこ？イッサさん、どこにいるの？おい、イッサさん、イッサさん、落ち着け、アホ。今のお前にできることは慌てふためきウブスナガミの名を呼び続けることなのか。ひとまずこのまま奴を放置しておくわけにはいかない。探すぞ。わかりました。どうかどうか無事でいて、イッサさん。いやー大丈夫かな。いや、ボコボコじゃん。ちょっと待って、マジで心配なんだけど。あ、うわ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 、あの時の男だけどなんかもう暗いじゃん。すべて塵になっている。ひなこ、この塵には触れるなよ。ひどい汚れで人のお前の身には毒だろう。あ、これ塵なんだ。この黒いなんか炭みたいなやつ、汚れの塵なんだね。大丈夫か？はい。それより早くイッサさんを探しましょう。ああ、いやー心配だ。とりあえずちょっとセーブして、さっき言った通りちょっと一旦鼻声を直します。ごめんなさい。はい、というわけで少し時間を空けてきましたので続きやっていきましょう。いや、すいません、だいぶ落ち着きました。で、この黒い塵に触ると多分ダメージが入るっぽいよね、多分ね。これは避けていこう。お、あ、そうか、元はそうか、ここか。これどうしたらいいんだろう、左側とか。あー、全部なんかいろいろもう塵と化してるな。なんか真ん中の扉の奥が怪しいよな。あー、ここもなくなってる。あれが、あの祠がなくなってるね。じゃあ行きますか。うわー、がっつりだな。ただもう別にそんななんか道中危険がありそうな感じではないよね、一応。イッサさんはどこ行ったんだ？こっちでいいのかな？あ、一応祠あるね、普通に。あ！なんかちょっと降ってきてない？塵が。一応セーブはしといて、行きましょうか。いや、これ、触っちゃいけないのかな？まあ、落ちてきてるのはあんま関係ないのかな？あ、嘘でしょ？恋さんたちボロボロじゃんっていうか、これ全部イッサさんがやったってこと？泉がなくなって先が真っ暗になってる。ひどい汚れのせいだ。このままだと変国全体が崩壊するぞ。
マジそのレベルなの？もう俺たちの手には負えない。一度手へ戻り報告を。え、まずい、ここも崩れるぞ。嘘、ひなこ、もう少し辛抱しろ。今引き上げ。頑張ります、私。あ、嘘、嘘。あ、私、ここは？何これ？何もない。ここはどこだろう。しずるさんは汚れのせいって言ってたけど、とにかく怪我がなくてよかった。ちゃんと動ける。早くイッサさんを探さなきゃ。おお、ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ。ああ、すべてすべて私のせい。ただお前に会いたかっただけ。ただお前と話したかっただけ。ただお前を愛したかっただけなのに。え？うわ、うわ、うわ。キャラクターデザインえぐ。イッサさん、どうしてだい。そんな寂しいこと言わないでおくれな。そうだそうだ、代わりと言っちゃなんだが、その時神様って呼び方やめてくれないかい。ほほほ、そうかいそうかい。いつもお前さんからおむすびをもらえる、もらえるのは私の楽しみだからね。過去の記憶にすがっちゃってるんだ。これ体どうなってんの、これ骨？なんかガシャドクロみたいになってんのか。イッサさん、私だよ、ひなこだよ。私の声を聞いて、汚れなんかに負けちゃダメだよ。木の葉、ああ、木の葉、木の葉。そんなところにいたのかい。ダメだ、私の声が届いてない。お待ち？お待ちったら。うわっ！びっくりした！いや、もう私のそばにいない方がいい。木の葉を傷つけたくないんだ。おい、そんな、そんなことを言うんじゃないよ。イッサさん、だいぶ混乱してるな。そんな、そんなことを。傷つけ、木の葉を、木の葉、木の葉は、約束は、震えちゃダメだ、固まっちゃダメ。恐怖で頭が働かない。でも今の私にできることがまだある。ごめんよ。足を動かして、足で逃げるんだ。オッケー。諦めちゃダメだ。イッサさんは縁があるって言ってくれた。きっと何か理由があって会えたんだ。こんなところで死んじゃダメ。イッサさんに私を殺させない。来る。なるほど。急げ急げ。でこれチリは絶対に多分足止めとダメージ多分両方ある気がするから、しっかり避けていこう。いや怖ー。ちょっと待って、怖ー。いや、キャラクターデザインすげえ、いや、めっちゃ好みなんだよ、正直ね。俺、これホラーテイストのやつ好きなんだけど、うわぁ、いいな、死にたくなかったのに、ずるいよ、ずるいよ。お家に帰りたいよ。私だって、置いていかないで。これ、ひなこちゃんじゃんっていうか、あぶれ、あべ、見てなかった、やべえ。こっちに来て、一緒になろうよ。まだ死んでないもん。これ、まだ来てんのかな。いや、これまだ来てんのかな。来てる、でかっ。ちょっと待って、大きくなってない？気のせいですか。ちょっとチラッと見たいな。
うわ、髪の毛がすごいことに、あ、やばい、こっちじゃないかも、あ、違ったかも、あ、嘘。あ、違う、忘れたらいけないのに。泣いてるよ。あ、あれ、あ、嫌だ、こんなこと嫌だ。力があれば私にこの子を守る力、もういい、全部私のせいなら、この落とし前は分かってる、全部分かってる。ここはどこだろう。うわ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 、記憶は曖昧で体が広くだるく、さらに空腹、このまま眠ってしまいそうだ。うわ、そういうことか。うわ、予想と違ったわ。え、そういうことか。誰かの泣き声が聞こえる。え、待って、そういうこと？帰り道がわからないよ。ひなのおむすびもなくなっちゃった。おばあちゃん、おばあちゃん。うわ、これさ、パート1の一番最初、ゲームを始めた一番最初の時のシーンだよね。そうか、時の玉の神、時間を遡る力か。うわ、そういうことか。つまり俺、途中からこのボロボロの幽霊が木の葉さんの魂なんじゃないかって思ってたんだけど、違うんだ。ここにあるよ、おむすび。そのお弁当箱、ひなのだよ。探してくれたの？そうだよ、ありがとう。そういえばあなたは誰？お腹の音、お腹が減ったの？はい、お弁当のおむすび、食べると元気が出るよ。おいしい？嬉しい、おばあちゃんのおむすびね、ひな大好きなの。そういえばあなた、とってもボロボロ、大丈夫？ひなのところにおいでよ。見つけてくれたお礼、ひなが看病してあげる。私はこの子の名前を知っている。大切な、大切な子。ああ、そうだ。私なんかがまたお前さんといていいのかい？私も寂しいさ。こんな私を許してほしいなんて言えないが、お前さんのことは私が守ってみせる。絶対に
どうしたの？ひなこ。あれ？いなくなっちゃった。どこに行っちゃったんだろう。イッサさんだったのか。そういうことか。うわー、すげー、なるほどな。ひなこ。あ、おばあちゃん。ひなこ、こんなところにいたの。うん、怖くて動けなくて。それで、それで。ひなこ、怖くて泣いてるだけじゃ何も変わらないっておばあちゃんいつも言うてるでしょ。だって、だって。ともかくひなこが無事で本当によかった。時神様に厄介になってたかね。うわ、そうか、今思えばこれそう、本当にそうだったんだな。あー、なるほど。時神様、このめぐり町にいるうぶす長身のこと。昔はよく安全や豊穣を願って町のみんなが時神様にお祈りしたものさ。ひなこ、おやおや、眠くなったのね。さ、もう遅い時間、お家に帰ろ。うん。なるほどな。エンド1、結、結びかな、もしかしたら。わー、なるほどな。そういうことか。しかもエンド1じゃん。ってことはあれか、マルチエンドなので、このゲーム何個あるのか分かんないんだけど、エンディング。ってことはじゃあ1番の、まあだからハッピーエンド、トゥルーエンドは1じゃないんだ。一番数字が大きいエンドがおそらく一番真相に近いエンドになるのかな、法則的に。うわー、なるほど。あ、そうか。いや、なんか一番最初にあのボロボロの幽霊さんが取り付いた時に、あのなんか時神様って書いてあったし、時神様なのかなーなんて思うじゃないですか。でもイッサさんとかで出会って、そのことって多分プレイヤーってやっぱりちょっと頭から抜け落ちちゃうんですよね。でもその中でなんかキノアさんの存在とか出てきて、まあこれは僕がバカだったのかもしれないんですけど、普通にキノアさんだと思ってました。でもそうだよね、時を記録できるってことは時神様しかいないもんな。なるほど。エンド1はつまり、まあエンド1に限らずかもしれませんが、ひなこちゃんを最後自分の手で殺めてしまった後悔と苦しみと懺悔から最後の力を振り絞って、おそらく過去に戻り、で多分その最後の力を振り絞ったからなのか、体がボロボロで空腹で、体もだるくって、でそこで過去のひなこと出会っておにぎりをもらって、で取り付いてこの子を守ろうと決めたと、多分そういうことなんじゃないでしょうか。いや、これすごいな。もうなんか簡単のため息しか出ないと言いますか、もうなるほどとしか言いようがない。いや、これはすごかった。そうか、いや僕のちょっと浅はかな考察を全然超えてきましたね。やっぱさすが、いやゲームの作者さんってやっぱシナリオとかもえぐいですね、ライティングが。ちょっとこれは他のエンディング楽しみだ。ちょっとネタバレ食らわない程度にエンディング何個あるか調べてきていいですか、一回。はい、ですね、どうやら5個っぽいですね。5個ぐらいエンディングがあるみたいで、うん、となると僕が今わかる分岐という、分岐といえば、まずやっぱりあそこで逃げ切れたら多分変わってくると思うので、まずは逃げ切るエンディング見ようかなと思います。でその後多分このタイトルにもあしらわれているこの朱色の髪飾り、紐飾りか、これを持ってる持ってないでも変わると思うな。でもだとしてもそれ4パターンになっちゃうよな。死ぬ死なない、最後で死ぬ死なない、持ってる持ってないの4パターンになっちゃうとして、あと1パターンどこだろう。何個か今まで他に選択肢があったのは、あのお風呂のところもそうだし、なんならさっきのそのおむすびのところで縦に振る横に振る首を、あのあたりもあったので、どれなんだろう。まあ、順番に試していけばいいか。初めからね、ひとまずある程度見れたら初めからやり直したりしながら見ていこうかなと思いますので、じゃあひとまずさっきので逃げ切る方法を見ていこうかなと思います。いきましょう。